三次式佐町会田原付近。奥に見える高架は当時延伸工事中の尾道道。国道184号は島根県出雲市から広島県尾道市に至る一般国道である。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過値は次の通り。現行の道路法に基づく二級国道として1953年に 初回指定された路線の一つである。国道指定当初は松江尾の道線として指定され、起点は松江市にあり、三次市までは二級国道182号と重複して指定されていた。起点が変更されたのは1993年のことで島根県道11号及び広島県道11号の主要地方道出雲三次線を編入することで、 島根県伊守郡赤木町のガヤから、起点側が現在と同等の経路に変更された。県道出雲三次線は、旧道路法から県道として認定されていた路線で、昭和7年に、島根県氷川郡、円谷村の郡勢前から上、円谷半分にかけて、道路建設がなされた記録が残されている。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成トンネル。 ありがとうございます。